ぼんちゃん高橋です。今日も元気にいきましょうぜ。イエーイです。今日はドリクルでございます、うん、これですよこれ、うん、バージョン 6.0 来るっていうことなので、ちょっと、うん、あの自分の中での整理も含めてどんなのが来るかね、ちょっとお話ししたいと思います。お願いします。もうこの動画はただ単にお話しするだけです。もうただブブブブってぶっくっちゃかるだけなんで、まあそんな見てみねえよって人はもう分かるのがすぐすぐ関連動画、今すぐ関連動画見よう。まああのね、これどんな感じなのかってちょっと皆さんとなんかお話できればな。何バージョンアップだからレイリーがやるからレイリーいっぱいもらえるのかな。バージョン6限定でレイリープレゼントなわけねえだろ。今までレイリー欲しくて引いてた人どうなんだよ。そうだね、それないね。そうないでしょ。だからまあなんか要はレイリーの交換所っていうのでレイリーが映ってるわけですね。はい、バージョン 6.0 が来ると、うん、これすごくないですか。これ待っててよ俺。船員効果とレイリーの交換所と好きな時間に開放冒険が来ると。おちょっとじゃあちょっと一個一個見ましょうよ、うんうん、船員効果とは、うん、まず船員効果で話ですね、はいはい、要は船員として冒険に連れていくと発揮される特殊な効果と、うん、特殊な能力と、うん、なるほどね。でそれには3種類あって、ステータスアップ、うん、耐性、うん、特殊と、うんうんうん、で船員効果は一部のキャラにつきます。もう待ってますよね、ディガルバン兄弟なんて。俺ら活躍場所なかったぜって。ディガルバンさんたちはどこの人たちだっけ。白毛海賊団の傘下です。白毛海賊団じゃなくて傘下。そうそうそう、ディガルバン海賊団、海賊団って。ああ、まさに船員効果。そう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 。ね、白ひげの親父に助けるぞって言って、ね、エース助けるぞって来てくれた兄弟、はいはい、一回も僕冒険連れてったことない。いやここで活躍してくれるでしょ。もしかしたらめちゃくちゃ強い、その繊維効果がつくかもしれないからね。この三次は多分これ新しい三次だと思う。あこれはいいやつか。そうそう、多分いや特攻が変わったやつ。ちょっと待って、俺まだ分かってないんだよ、見てないんだよ。要は特攻一味が抜けてさ新しいの。あはいはい、それかな、ちょっとごめん違ったらごめん、ね、そんな感じです。要はまあそれがつくと。いいね。で、キャラの画面にアイコンもついて分かりやすくなる。これ一個だけなのかな、そこが気になるよね。ただステアップ耐性両方つくキャラとかいるのかな。それどんどん徐々に出てくるんだよ。なんだかね、最初は1個だけなのかね、でまあ見やすくなりますよと、うんうん、まあアイコンもつくし怒りのマークもつきますよと、うんうんうん、で船員効果はステータスアップ耐性特殊などさまざまな効果を持っている、うん、でおのおのが例えばステータスアップだともうそのままで能力が分かると、はいはい、うん、で耐性だね。いや耐性では待ってたのはほらもう上にもちょっとなんか例で出てるけど、自分はしびれ状態を3ターン回復みたいな感じでしょこれ。自分はあまあいろいろある、多分いろいろある。全員のしびれを回復とかだと強いと思うから多分ないんじゃない。どう思う、みんなどう思う。まあでもキャラによって、まあまあただキャラによってディカルバン兄弟とかあるやるよね。全員のしびれ状態回復するっていう。待ってましたって頑張るかね。回復してるとしびれますねあるかもしんないからね。だっておのおのそれあるんでしょ多分。あの船長交換とかさ今あるじゃん、式のやつとか、それを要は無効にするとかもあるかもしれないしね。それが耐性でしょ。しびれはあれ本当に早く来てほしいと思ってたから、うんうん、で特殊と、うん、特定スロットを有利やすく、これ強いよね。例えば心を有利スロットにするみたいな、例えば肉連はが有利になるみたいな船長いるじゃんよく、うんうん、チョッパーとかさ、うんうん、トレーブルとか、うん、要はそんな感じで船員として連れてったら自分は例えば即だけど心も有利するとなるみたいな。いいねそれね。例えばね、な来ても有利になるみたいな、うん、まああくまで予想だからね、うん、あくまで予想なんだ。でもそういうことでしょ多分、うんうん、多分そういうことだよね。うん、うん、なるほどなるほど。いいね、面白いね。これはちょっと待ってました。でもただし船長に編成した場合は発動しないと。なるほど、うん、なるほどね、なるほど。船長効果が弱い人は見つけるかな、いっぱい。まあ最初既存キャラについてくるのかね。ディカルバン兄弟とか、ディカルバン兄弟はもう引き合いに出しすぎて。いやだってさ強いはずなんじゃん、俺ずっと思ってたの。白ひげ海賊団の傘下でスーパー強いんだよ、新世界でね、名だたる海賊の一部ですよ、一角になってるんですよ。なんであんな弱いの。ディカルバン兄弟もうそれはもう例で出てるからさ、ここでもうほら出てるから、だからちょっと散々いじらさせていただきた。好きだからさ俺その白ひげ傘下の海賊団は。ドーマとかすごい強いじゃん、斬撃でさ、うん、だからそう、ちょっとね、だからその知る、ディカルバン兄弟ファンの方々の肩を持ってあげてまして、今そんな感じですかね、船員効果。いや、でも船員効果すごい楽しみだな。で、これですよ、これがちょっとまだ、ちょっと想像がまだちょっと、うね、どう進みますか、ね、これレイリーの交換所、うん、なるほど、レイリーの交換所とは、海賊たちのためのレイリーの交換所が登場、うん、で、修行ポイントをさまざまな豪華アイテムと
交換できる場所です、うん、要は修行ポイントっていう新たなポイントができますよ、ね、でそのポイントがあればいろんなアイテムがゲットできますよってことだよね、うん、で修行ポイントをまず手に入れるためには、うん、キャラを修行ポイントに変えるんだ。なるほど。要は普通売るとベリーになるけど、うん、じゃなくて売らずにレイリーの交換所で交換すると修行ポイントに変わるよと、うん、で修行その修行ポイントを使って例えばまあこれあるけど、うん、まあ、要は姫亀とかコーラとかワザミとか秘伝の書、はい、これ手前の書は何もう手前の書って言うの手前の書って何これレベル上がるやつやん。あ、レベル上がるのか。なんかそんな、あ、でも違うか、そんな本なかった。ちょっと、え、なんか見つ見たような、見たことないようなみたいな本だね、これ。あれ見たことあったっけ、これ。ちょっと忘れちゃったね。いや、でもない。新聞、新聞。新聞。これ入れたら全員からのマックス。そのキャラ全員。クソ強えじゃん。クソ強えじゃん。わかるよ、マックス。最強じゃん。レベルもマックスになる。いや、絶対。オールコンプリートさすがにそれはないだろ。全然ない。さすがにないよ。全然ないか。多分、うん、そのあとキャラによってもポイントが違うんだろうね。違うでしょ。例えばフェス限かぶってもう入れちゃえもういいやと思ったら、例えばフェス限とかだとめっちゃポイントもらえるとかなのかな。それありえるよっぽいよね、うん、だってその辺のね、あのサーベル刀ヒザーテくんとかね刀サーベル片手ヒザーテくん交換しても雑魚キャラいるじゃんあのサーベル持ってあの膝と肩にこの当てつけてるほらほらほら、なんか下の方にさ、うん、キャラによってはゼロポイントもありますね。やっぱ雑魚系、名前がない系は多分ゼロかな。そうだろうね、ある程度やっぱ強い人じゃないですか。ガチャで被ったやつ、うん、でしかももう解放も終わったキャラみたいなのが、うんうん、入れていけるのかね。そしたら解放本もいっぱいもらえるみたいなさ感じなんだよね、交換で。ああ、そっかそっか。そしたら普通に入れる解放本。そうか、要は他のキャラに分にあげれるってことか。普通も入れるしね。あ、確かに確かに確かに。ああ、そういうことだ。これいいじゃん。これいいね。すごいと思う。新しいなんか換金制度ができたみたいなことだよね、うん、今ね。ああ、これいいねこれすごいと思う。これすごい面白い、うん、フェス編とかどうかだよ。どうするかでも結局悩むよね。俺とか白いゲーチョ2体そのあるけど、うんうん、一応まだ取っといてるのよ、うん、あの本当にボックスを圧迫するだけででも2体連れていけることは 100% もこれからないでしょ。多分まあそれはないと思うから、うん、交換しちゃうか。いや、したら修行ポイント多分1億ポイントとかくれるかもしれない。1億って分かんないけど多分絶対すごいいやいや、1億はもう多分全部できちゃうベリーですら2700までもう有り余ってるぐらいなんだから絶対何でもできちゃうでしょ。まあね、まあでもこれ楽しみだね。ね、うん、これちょっと期待ですよ、うんうんうん、はい。続いて、はい、好きな時間に冒険、解放冒険と。まあこれはでも、まあ、もなんかありそうだったけどなかったよね。いや、ないないない。今までは1日、例えば今日だったら今日の24時まで好きな時間で30分解放だったけど、はい、この場合はもういつでもいい、いつでも解放さえすれば30分間その解放した時からできますよと。あ、じゃあ今日やべえな、進化させたいけどこれ足らんって時に、そう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 、お今日緩くあれしつかって解放しようみたいな。多分そうだと思う。すごいね。好きな時間に解放冒険とは、虹の宝石を使うことで様々な冒険を好きな時間に遊ぶことができます、でこれ見た感じだとそうだね、石1個で解放するとか、うん、進化素材とか、進化素材結構、あ、例えば亀だったりとか、うん、まあ、例えばその強化素材が打ちやすいところとか、ね、うん、そう手に入りやすい冒険もあるぞと、うん、例えば今日木曜だけど水曜のペンギンやべ取り忘れたりの時にそれができるのかな、まあ、例えば、ね、ああできるんじゃないの、進化するなとかだよ ね、まあちょっと分かんないけど、うん、まああくまでその予想だけどね、うん、まあ便利だね、これはありがたいわ、うん、そんなもんですね。で続いて、そうですね、コロシアムとダウンロードボーナスが入りますと。で続きまして、コロシアムとはスペシャル等で週に何度か、もう来てるんじゃないですかこれ来てます。ちなみにこれは僕が間違えたんです普通に間違えた。え、マジでコロシアムとか言って超バカマジでだったから、何これって言ったらさいやそれも来てるからって前のやつも一緒に出るんだみたいなマジ笑ったえ、なになになに、コロシアムまた新しくなったマジ笑った来てるからこれはいつからこれはですね、いつ出てたっけな21日ですっていうことは、今日何日だっけ、うん、今日は、動画撮ってるのが今日は、19ぐらいなので、じゃあもうちょっと行くんですよ。そうだよ、もうちょっと今週ですよ、うん、うん、ちょっとこれ楽しみだな、うんうん、てか誰に何がつくのかがすごい楽しみだ ね、そう、繊維効果がだから、フェス限とかについてほしいね。でも、フェス限とかどうなんだろうでも、あ、でも繊維じゃない今は、船長じゃないやつも結構ない、繊維で連れていくパターンあるね、あるね、あるね、あるし、どうだろうね、うん、でもやっぱフェスゲンはでもつくのかな、強いんだろうね。だってマルコとかさ、うん、フェスゲンマルコとかだって船長ってなんかその原作で言うとちょっと違うじゃん。あ、まあ、まあ船員だね、親父だからさ、熱さ強くない、うん、
ありそうだね。ちょっとこれ楽しみだ。徐々につくのか全員にパッてつくのか。でも徐々についていくパターンだよねきっとね。言わんこふうにつくかもね。嬉しいね、うん、嬉しくねえ嬉別件の嬉しさだよ。ゲーム的についてもらったら嬉しいけど、俺はファンだからとか俺だからとかじゃないか。違う、言わんこじゃねえ。お前についてるのないつ。何がついてるの何や、俺先行ついてる俺っちゅう言わんこじゃねえはい、そんな感じですかね。はい、ちょっとこれ楽しみですという感じの動画でございました、はい、楽しみ待ちましょう。まあ、式も式じゃねえ、テゾーロ苦しいね。てなさ、俺テゾーロの日さ、いや俺ね、追加戦でもちょっと言ったけど、映画を本当に映画の情報何も仕入れてないで、映画を初見で見たいんですよ、映画を。だからでもトレクルで先テゾーロやっちゃったら絶対テゾーロ情報入っちゃうじゃん。入っちゃうね。それで映画見るのが俺すごい、俺本当に映画幸せなんですよ。映画を初めて見るのが本当に幸せなんですよ。じゃあ朝早く起きて見てきたら空いてる映画か空いてんじゃない？9時とかから空いてるか分かんないけどね。ちょっとだからね、どうしよう。それから早くしなきゃいけないんで、自分全然いい、もうそのためだったらな映画が本当人生で一番の幸せで、かつワンピースだからもう最高の幸せなんですよ俺それちょっとだからそれちょっと見たくないなって思ってるので、ちょっともしかしたらテゾーロの動画が遅れるかもしれない本当にそれぐらいかけてるの。もうここ数年で一番幸せな。じゃああのさ、映像とか流れるじゃん、うん、見なきゃいけない。ゲームやったらいいところで、じゃあお前やんなよってなるじゃあお前いいよ、もう後で撮るよってなるからまた考えます、うん、ちょっとまたちょっとどんな動画になるか分かんないですけど、まあ一応動画はね、いずれにしろ絶対あげるのでお楽しみにしててください。そんな感じでございました。今日も見てくれてありがとう。ぜひぜひチャンネル登録お願いします。他の関連動画もぜひ見て、明日も頑張ろう。またね。あのまあコツというか、うん、1個ルールが僕の中であって、あ、あるんだ。そうそう、まず、うん、腕立てに関しても